皆さんこんにちは、神谷由里です。今日は3月の5日でございます。3月17日のライブも、いよいよ迫ってまいりました。まだお席の方余裕がございますので、ぜひぜひお越しいただきたいと思います。今年は福井亜美さんのトリオに私の母関真理子がスティールギターとウクレレもちょっと弾いてくれるかな。そしてシークレットゲストも来てくださいますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。あとですね、ご指摘をいただいて、オフィシャルサイト全然動いてないんですけど大丈夫ですかってご指摘をいただきました。本当ありがとうございます。そうですよね、私毎日のこのラジオにかまけてですね、オフィシャルサイトの存在をすっかり忘れておりました。でなんかもうこうやって SNS が発達する中で、オフィシャルサイトの意味って何なんだろうなって思った時に、やはりなんか私のことを思い出してくださって、あどうしてるかなとか、ライブあるかなっていう時に、おそらくオフィシャルサイトって見てくださるのかなと思いましたので、ライブのインフォメーションをね、本当に中心にトップの方に置きまして、そこでライブの情報など、見ていただけたらなと思っておりまして、更新してありますので、もしお時間がありましたらこの後、エリカミヤ .com、訪れて見ていただけたらと思います。ですね、今日はちょっといろんな心理テスト、ちょっと自分探しをやってみようかなと思いまして、皆さんも一緒に考えていただけたらと思います。まずはですね、精神年齢が分かる心理テスト、これをやってみたいと思います。犬を飼うことになりましたが、あまり懐いてくれません。そんな時あなたならどうする？ 1. おやつで気を引く。 2. 優しく声をかけて撫でてあげる。 3. 一緒に遊んであげる。4. 犬が自分から近づいてくれるまで待つ。私間違いなく4ですね。結果を見てみましょう。結果はですね、まずおやつを気を引くを選んだ方は精神年齢10歳、小学生ぐらいです。天真爛漫な素直さが魅力ということですね。おやつで気を引く、天真爛漫なんですかねこれね。おやつで気を引くっていうのはなかなか濃すぎと思うけど。2、優しく声をかけて撫でてあげるを選んだあなたは精神年齢は20歳、早く大人になりたいと背伸びをしてしまうところがあります。そうなんですよね、優しく声をかけて撫でてあげることが果たして犬にとって幸せかってことをやっぱり考えられないの。まあ20歳ぐらい、いやどうなのかな、年関係ないですけどね。一緒に遊んであげるを選んだあなたは精神年齢は40歳、感情を抑えることができるゆとりのある人です。うん、一緒に遊んであげるっていうのと感情を抑えることができることが一致してるのがもう全く分かんないな、ね、だって一緒に遊んであげるのが嫌かもしれないじゃんね。4. 犬が自分から近づいてくれるまで待つを選んだあなたは精神年齢は60歳、相手のことも自分のことも理解することができるようです。私ね、精神年齢60歳です。これから還暦として、ね、生きていきたいと思います。独占欲が分かる心理テストをやってみたいと思います。夢の中で好きな人の大事なものがなくなってしまいました。何がなくなっていた？ 1. メガネ、 2. 手袋、 3. 靴、 4. ハート。大事なものが夢の中で、ハートがなくなったことをなかなかなんかこう指摘するのは難しいので、メガネですね、なんかリアルだし。はい、1、メガネを選んだあなたは自分一人だけを見てほしいタイプ。ほう。2、手袋を選んだあなたは自分だけが触れ合っていたいと思うタイプ。ほう。3、靴を選んだあなたは相手の自由を独占したいと思うタイプ。どこにも行けないようにってことですかね。4、ハートを選んだあなたは自分だけのものになってほしい独占欲が強いタイプです。そうなんだ。自分一人だけを見てほしい。自分一人だけを見てほしいです。自己愛がわかる、心理テスト。夢でお姫様になったあなた。海を覗き込んだら最初に現れた生き物は？1. イルカ、 2. 大きなタコ、 3. ウミガメ、 4. 人魚ですね。はい、 1. イルカを選んだあなたは自己愛度 70%、 自分は可愛いと思ってるタイプ。あ、そう。 2. 大きなタコを選んだあなたは自己愛度 10%、 自信がなく自己愛は低めなタイプ。
ウミガメを選んだあなたは自己愛度 40% 隠れナルシストタイプ。4、人魚を選んだあなたは自己愛度 99% 典型的な自分が好きなタイプ。あ、そうなんだ。私自分が好き、自分が好きな人が人魚選ぶの？へえ、そうなんだ。いや、人魚出てきたら面白いなと思ったんだけど。あの時のリアクションがわかる心理テスト。あなたは一人で映画を見に行きました。一人分を買ったはずなのに二人分のチケットを手渡されました。その時のあなたの対応、反応は？一人分しか買ってないのでこれ間違いですね、1枚お返ししますかな。はい。その反応はあなたが好きではない人から告白された時の反応です。冷静にお返し、それともラッキー？いやそうなんだ、買ってないもんね。普通返すんだけど、よくわかんない。はい。あの人数がわかる心理テスト。見知らぬ道を歩いていたら大きなリンゴの木がありました。木の周りには熟れたリンゴが落ちています。リンゴはいくつ落ちていましたか？3つですね。はい。この心理テストはあなたが一度に付き合える人数が分かります。10個と答えたなら10またできるってこと。あ、そうなんだ。あのね、私は道路が汚くなることをなんか懸念して、でも実が落ちてるのって、あ、なんか嬉しいな、なんかあの季節も感じられるし、なんか嬉しいなと思うから3つぐらいにしといたんですけどね。はい。さて、あなたが恋に冷める瞬間が分かる心理テスト。こんなの心理テストで分かるの？あなたは好きな人とカラオケに行きました。しかしすぐに出たくなってしまいました。その理由は1、カラオケに飽きた。2、音質が悪い。3、雰囲気が悪い。4、好きな歌がない。2、音質が悪いとき出ますね、すぐね。1、カラオケに飽きたを選んだ人は、恋の温度を下げないためにはお互いの努力が大切というのがあなたの心情。2人でいる時間を楽しめる工夫を怠る、ことに一番ムカつくと。はあ。お決まりの場所でゆったりデートもたまにはいいけれど、そればっかりが続くと手を抜かれた気分になり、さーっと素に戻ってしまう様子。へえ。諦めが早く、もういいや、次の相手探そうとなってしまいがちですが、相手に不満をきちんと言って挽回のチャンスを与えてくだ、あげてください。大きなお世話だけど。2、音質が悪いを選んだあなたは、相手はずっと同じように愛してくれているのに、他の魅力がある人や彼を上回る何かを持っている人を見つけるとすぐに心変わりしてしまうタイプ。うまくいけば階段を上るように付き合う人のレベルも上がっていきますが、長く続いてこそ分かる良さや情もあるもの。実は一番最初に付き合った人が一番相性が良かったなんて後悔をしないように、時間をかけて魅力を発見して相手にばかり求めず、あなた自身も磨いてね。ずいぶんの言われ方だねこれね。私これじゃん。音質がだって悪かったら心地悪いからすぐ出たいでしょ。3、雰囲気が悪いを選んだあなたはとにかく甘えん坊なんだって。好きだよという愛の確認の言葉は常に言ってほしいし、スキンシップも絶対必要。思ってるだけで通じ合う、そんな古風な恋愛は絶対無理。愛し合う気持ちは実際確かめ合ってなんぼというタイプです。お互いに忙しくなってデートの数が少なくなったり、スキンシップが減ったりしようものなら不安と不満が爆発。私たちもうダメねなんて逆ギレする場合も、冷静な状況判断を忘れずに。4、好きな歌がないを選んだあなたは精神的に自立しているタイプ。人には決して迷惑をかけないし、迷惑をかけられるのも大嫌いなクールな性格。恋愛に対しても常にバランスの良い関係であることを望んでいます。お互いを思いやるならギブアンドテイクは当たり前。それを守らない相手には冷めるどころか軽蔑の気持ちさえ起こるほど、騙されたり利用されたりする心配は全くなし。ただし厳しすぎると疲れちゃうので、もう少しゆっくり構えてもいいかも。なるほどね、そうなんだ。はい。じゃあまだいけるかな。仕事に対しての緊張感が分かる心理テストです。マッチョな男性が綱を引いています。その綱の先には何がありますか？私絶対象だけど。1、鳥。2、2匹の豚。3、車。4、大木。象に近いのってどれですか？2匹の豚、そんなことないよね。なんか圧倒的に重いものだから車が
車か大木だよね、車にしとこうか。はい、ですね、鳥を選んだあなたは自由に飛び回る鳥との綱引きは翻弄されつつ手応えのないもの、仕事に対して緊張感がなく手抜きすることが多いです。ほう。2匹の豚を選んだあなたは生き物2匹だと翻弄されてしまいます。その上力の強い豚であればなおさら仕事に対してしっかりやろうとしていますがバランスを崩しがちになっています。車を選んだあなたは車は簡単に引っ張ることができず大きくて無機質で人が操るもの、仕事に対してしっかり見据えていて段階を踏むといった計画性を持っています。あ、私じゃない。4大木を選んだあなたはしっかり根を張って生えている大木、翻弄もせずで確かに引っ張る手応えがあります。仕事に対して手応えを感じており目標も成果も見据えていてうまくいっています。あ、大木にすればよかったな。大木ね、でもなんかこう動かせられないものだからね、なんかね、まあいいやね。あともう一個いけるかしら、どうかしら。あなたが庭の手入れをしていると古そうな壺が出てきました。その壺の中に入っていたのは何？1蜂蜜、2家系図、3小判、4、庭の土。庭の土ですね。あ、時間ないな。庭の土を選んだあなたは現実的で騙されにくいです。そのまま地道で、堅実な考えを持っていくといいでしょう。小判はねお金だって。家系図は家柄の良さに騙されやすい。蜂蜜は甘い言葉や顔の良さに騙されやすいそうです。そんなわけで今日もありがとうございました。